イースタン航空66便着陸失敗事故とは1975年6月24日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。事故原因として気象現象の一つ、ウインドシアが初めて注目された事例でもある。1975年6月24日、イースタン航空66便はルイジアナ州ニューオーリンズを出発し、 目的地のニューヨークまで目前であった。ジョン・ f ケネディ国際空港の22リットル滑走路に着陸すべく最終アプローチ中であった。66便の直前に着陸した複数の航空機は雷雨を通過した際にダウンバーストに遭遇したが、無事着陸していた。とはいえ、それらの航空機の中には一時的に墜落寸前の 状況となったイースタン航空のトライスターもあった。しかし、地上の関西島の気象観測機では、そのような強い風は観測されていなかったことから、滑走路を閉鎖する措置は講じなかった。しかし66便は、着陸アプローチ中に、巨大なウィンドシアに遭遇した。まず大きく機体が持ち上げられた後で、雷雲の中心からの強い下降気流に捕まっていた。 そのため速度の低下と急激な降下率という致命的な状況に陥った。その結果、滑走路の手前2400フィートの地点にあった誘導灯に激突し、機体の左翼外縁が引き裂かれた。機体は大きく旋回し大破し炎上した。この事故では誘導灯が航空機が接触した場合に倒れる構造となっていなかったため、66便の 機体が引き裂かれる状況となった。この事故で乗員乗客124名のうち12人が救助されたが、そのうち3人が事故から1週間後に病院で死亡した。最終的な生存者となった客室乗務員2名と乗客7名はいずれも66便の機体後部に着席していた。また、NTSB では事故後7日目以降に死亡した搭乗者は、 死者数としてカウントしないこととしている。墜落現場当初は、操縦乗員の操縦ミス説もあったが、気象学者の藤田哲也が、事故原因は、ダウンバーストに事故機が突入したことによると証明した。66便は、高度500メートルを飛行中にダウンバーストに遭遇し、急激に高度を失っていた。この時に操縦乗員は、 不景気ではなく外の対象物の死人に努めていたが、激しい雨の試し会は効かなかった。また機体が地表付近の下降気流により大きく押し下げられていることに気がついていなかった。ようやく最後の瞬間になって、着陸また行して地表への激突を回避しようとしたが、手遅れだった。また、NTSB はウィンドシアの規模から推測して、 着陸をやり直すのは難しかったとしている。そのため、事故の最大の要因は、ウィンドシアが発生している、気象条件のもとで着陸しようとしたことであるとした。また、藤田が、ドップラーレーダーにより、事前にある、程度予測可能であることを立証したことから、世界各地の空港にドップラーレーダーが配備される、契機となった。ありがとうございます。